月も落ちてしまった。雲の上も涙にくるる秋の月。いかですむらん朝じゅうの宿。妙部がご報告した故人の家のことを、なお帝は想像を遊ばしながら起きておいでになった。ウコンエフの士官が、トノイ社の名を披露するのをもってすれば、午前二時になったのであろう。人目をおはばかりになって、お寝室にお入りになってからも、安眠を得たもうことはできなかった。朝のお目覚めにもまた、夜明けも知らずに、語り合った昔のご追憶がお心を占めて、長期のあった日も、ない後も、朝の政務は怠りになることになる。お食欲もない。簡単なご朝食は、印だけお取りになるが、帝王のご長賛として用意される大聖寺のお料理などは召し上がらないものになっていた。それには天上役人のお給仕がつくのであるが、それらの人は皆この状態を嘆いていた。すべて側近する人は男女の別なしに困ったことであると嘆いた。よくよく深い禅宗のご縁で、その当時は世間の非難も、高級の恨みの声も、お耳には止まらず、その人に関することだけは、正しい判断を失っておしまいになり、また死んだ後では、こうして悲しみに沈んでおいでになって、政務も何もお帰り身にならない。国家のためによろしくないことであると言って、シナの歴長の霊までも引き出して言う人があった。幾月かの後に、第二王子が宮中にお入りになった。ごくお小さい時ですら、この世のものとはお見えにならぬ、ご美貌の備わった方であったが、今はまた、一層輝くほどのものに見えた。その翌年、立体師のことがあった。帝のおぼし召しは第二の王子にあったが、誰という貢献の人がなく、また誰もが肯定しないことであるのを悟っておいでになって、かえってその地位は若宮の前途を危険にするものであるとお思いになって、ご心中を誰にもお漏らしにならなかった。東宮におなりになったのは第一親王である。この結果を見て、あれほどのご愛子でも、やはり大使にはお出来にならないのだと世間も言い、古貴殿の女子も安心した。その時から、宮の外祖母の未亡人は、落胆して、皇位のいる世界へ行くことのほかには、希望もないと言って、一心に御仏の来合を求めて、とうとう亡くなった。帝は、また若宮が祖母を失われたことで、お悲しみになった。これは
王子が6歳の時のことであるから、今度は母の好意の死にあった時と違い、王子は祖母の死を知ってお悲しみになった。今まで始終お世話を申していた宮とお別れするのが悲しいということばかりを未亡人は言って死んだ。それから若宮はもう宮中にばかりおいでになることになった。7歳の時に文はじめの式が行われて、学問をお始めになったが、王子の類ない聡明さに帝は驚きになることが多かった。もうこの子を誰も憎むことができないでしょう。母親のないという点だけででも可愛がっておやりなさい。と帝はお言いになった。ご貴殿へ昼間おいでになる時も一緒にお連れになったりして、そのまま店の中にまでもお入れになった。どんな強さ一方の武士だっても宮敵だっても、この人を見ては笑みが自然に湧くだろうと思われる美しい衝動で終わりになったから、女房も愛を覚えずにはいられなかった。この女房は東宮のほかに姫宮をお二人お産みしていたが、その方々よりも第二王子の方がおきれいであった。姫宮方もお隠れにならないで賢い遊び相手としてお扱いになった。学問はもとより音楽の才能も豊かであった。言えば不自然に聞こえるほどの天才児であった。